最近疲れたし、自然でも取り入れとくか、と思いながら訪れたのは、新宿にある新宿御苑。たまたま、その日近くで打ち合わせがあったので、立ち寄りました。入園券を買って、いざ入場。大事なところがピンボケ、さすがです。やはり人は、癒しを求めて、紅葉を見に行こうよ、なんて考えるんですね。気を取り直して出発します。めちゃくちゃ綺麗なのに、俺のカメラ技術が追いついてなさすぎて、魅力が一兆分の一になってるのほんと綺麗そう。でも、綺麗すぎて柄にもなく、綺麗な景色いっぱい撮っちゃった。普段なんか、花に見向きもしねえくせにな。線香花火みたいなもみじ。普通に独り言も漏らしてる。はーい。日本の四季っていいですね。おそらく梅ではないけど、梅みたいな花綺麗。この下で桜餅食いたくなったけど我慢。まるで空がキャンバスみたいです。酒もしことま飲みたいけど我慢。ふんわり狂月あたりがちょうど良さそう。前を歩いてたラブラブの老夫婦にほっこりしながら道を歩きます。こちら。イチョウカーペット。インスタ映えスポットなのか、若い女の子たちが群がって、このイチョウの下で写真撮影していました。そんな中、一人でカメラを回し、ふざけていた私も、イチョウが綺麗すぎて思わず声が漏れます。超綺麗。とても満足そうです。タンポポの偽物が生えていました。なんやこれ。全然関係ないけど、これ、iPhone 13 で撮った動画なんですよ。めっちゃ綺麗に撮れたからプロカメラマン目指すことにした。調子に乗って、花のプロモーションビデオを撮っていました。圧倒的センスのなさにびっくり。なぜか上海ハニーを歌い始める。なんかいい感じの建物があったから吸い寄せられるように入っていきました。お邪魔します。なんということでしょう。いい景色を思う存分詰め込みましたと言わんばかりのやつ。ここで集めた空気は1000円で売り出されていても俺は買ってしまう自信がある。そしてこのポーズである。敷地内を回り終えそうな頃にちょうど蛍の光が流れてきました。この曲を聴くと、たとえトイレの中にいようが、急いで出ねばという気持ちになります。すごいぞ、蛍の光。ということで、新宿御苑でした。みんなも、ぜひ疲れを癒されに行ってみてください。ありがとうございました。